はいどうも、チャンネル異世界おじさんのおじさんです。でもうこれね、あれかな、レギュラー化しちゃったかな。はい、なんとまたまたセガさんから公式のコラボのお誘いがありました。今日はセガのオンライン RPG PSO2 ニュージェネシス、通称 NGS を実況プレイしていきます。おじさん本当に嬉しいです。こうしてまたセガのゲームをプレイして皆さんに素晴らしさをお伝えできることが。 NGS は RPG ということで、お恥ずかしながら普段はストーリーが覚えられないということでなかなか遊ばないジャンルなんですが、最近のバージョン2へのアップデートでいろいろな要素が追加されたとのことで、めちゃくちゃ楽しみにしております。では早速 NGS の世界へレッツゴー。はい、NGS の世界に到着。ここはセントラルシティ、 NGS の世界の最大の都市でプレイヤーの最初の拠点になる場所ですね。おお、ワクワクが止まらない。早速 NGS の世界を冒険していきたいですが、まずは NGS 初心者の方に向けた紹介を簡単にさせていただこうかなっていうふうに思います。NGS は全世界総登録ユーザー数1100万を突破している国内最大級のオンライン RPG。 プレイヤーは自分自身のキャラクターをクリエイトし、シームレスなオープンフィールドで表現された惑星ハルパを冒険し、エネミーと戦闘したりアイテムを探索したりします。さらに今年の6月に追加された新要素クリエイティブスペースでは、なんと自分だけの理想の空間をクラフトすることもできちゃうんだと。で、失礼取り乱しました。さて気を取り直して、これもう行っちゃってよかったんだっけ。いいよね。うん、皆さん喜んでください。でなんとそんな NGS と異世界おじさんのゲーム内コラボが決まりました。パチ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 。では早速ご紹介いたしましょう。いらっしゃい。じゃーん、こちらがコラボアイテムでキャラクリエイトしたおじさんアバター。あーかっこいい。あ、かっこいい。なにこの嬉しみが。皆さんわかりますか。落ち着いてよく聞いてくださいよ。自分の姿がセガのゲームの中でキャラクターとして動かせるんですよ。セガを愛する者として嬉しくないわけがない。ほら、あ、見て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 、動いてる動いてる動いてるよ。ほら、私がセガのゲームの中で動いておりますよ。そして、お、こうか、よっと。こんな感じでモーションだってコラボ専用の動きが用意されてるんですよ。さらにコスチュームやモーションだけではなく、コラボロビーアクションの実装もあります。お、いいねいいね、最高だね。いつまでも見ていられるね。よっ、おっ、くるっと。あ、いいね。お、うん、あ、これ懐かしの動きじゃない、これ。ほら、いいじゃん、ほらほらほら。お、いいねいいね、オープニングっぽい感じね。いいじゃん、いいよいいよ。おお、いいね、マフラーなびく角度とか最高ですね。いつまでも眺めていられますが、そうも言ってられないので、最初のリージョン、エアリオに行ってみましょう。はい、ここは水と緑の豊かな地方、エアリオリージョン。平原や山地、湿地や洞窟など様々な地方があるぞ。マヒナパリ山の頂から見る眺めは最高ですね。ここは戦闘セクションのマグナス山。多数のエネミーが出現する危険な地域ですが、俺のとっておきを見せてやろう。じゃーん、おじさんの剣だ。今回のコラボで実装された武器迷彩、これはキライドルギドリオルランね、とクローシェルギドリオルランがモデルでありましょうかしら。さて、勇士の助太刀に参りますか。よっと、ほっ、リオルラン、ギャッ、あ、かっこいいな、おじさん。ギャッ、ほっ、ほっ、ギャッ、ゲッ、相当完了。
どうですか、かっこよく決まったね。いや、爽快な戦いでした。ここでバージョン2のアップデートで追加された新要素を見ていきましょう。トゥーン表示。ほうほう、こんなこともできるんですね。なるほどなるほど、アニメっぽい肌感になるんですね。輪郭の強調のところを0の方にするとあまり目立ちませんが、100の方にすると輪郭線がはっきりしてきますね。輪郭の黒い線を調整できる機能です。ほうほう、影の濃さですね。アニメ調の影の暗さを薄くしたり濃くしたり調整できます。両方とも100だとこんな感じになるんですね。トゥーン調のおじさんもいいですね。続けてポータブルホログラム。ほうほう、いろいろなホログラムをフィールドに置けると、お、これは NGS の人気マスコットキャラクターラッピーじゃないですか。いや、かわいいね、ラッピー。な、鳥なのかな。おお、これはメガドライブ。はい、ビジュアルシャーク、スピードシャーク、サウンドシャーク、皆さんご一緒にビジュアルシャーク、スピードシャーク、サウンドシャーク、さあね、ご存知メガドライブです。漆黒のボディに3000と輝く16ビットの文字がたまらないですね。ガンスターヒーローズ、ダイナマイトヘッディ、エイリアンソルジャー、トレジャー開発のアクションゲームは至高。なんだかんだファイティングパッド 6B が一番使いやすいコントローラーだよね。とあるでしょ、ほら最近流行りのサブスクってやつ。これね、セガはもうね、メガドライブの時にやってるんですよ。ゲームのサブスクの走り、先駆けです。やっぱセガは10年、いや30年先を行っているということが証明されました。どう、セガサターンもある。セガの第6番目のハードなので、太陽系第6惑星である土星から付けられた、その名もセガサターン。クリスマスナイツ欲しさに鬼電したな。申し込みは電話だけでさ、しかもなかなか繋がらないんだよ。これがまたあの RPG が発表されるまでは勝てると思ってたんですよね、本当。でもまあ自分の中では今でも最強ハード的な。やっぱりセガサターンいいよね。あ、そろそろうちのサターンも CR2032 ボタン電池を取り替えないといけない時期だ。あー、なんだなんだよ高文、怖い顔しちゃって。なになになに、ね、話がマニアックすぎて視聴者がついていけてない。このままだと再生数に影響するから、例の秘策で挽回して。バカ、何言ってんだよお前。いや、秘策に頼らずとも私の NGS、 ひいてはセガの愛を持って語れば視聴者には伝わるはずなんですよ。何、このままだとセガが困るだと。ぐぬぬ、仕方ない、愛しのセガには迷惑はかけられんか。ザクトーラ・キャトルフ、シュワーン、オジプーペポーン、はい、どうもこんにちは。ここからは俺が、私が NGS の実況を進めていくぞ。行きますわよ。次は第二のリージョン、リテムに行くわよ。ここは広大な砂漠の大地、リテムリージョン。ご覧のように過酷ながらも雄大な自然が広がっているわ。さらにリテムリージョンの中心街のリテムシティでは、リーダーのナーデレフがたまにステージライブをしてるわ。ステージライブを鑑賞するとステージライブ効果で様々なブーストがかかるから、みんなもぜひ見に行ってみてね。続けては雪と氷に覆われた極寒の世界、クバリスリージョン。さっきのリテムリージョンとは対照的でめちゃくちゃ寒そう。クバリスには雪山ならではの乗り物、フローティングボードがあるわ。私の華麗なボードさばきを目に焼き付けなさい。どんどん行くわよ。次は火の粉が舞い、溶岩が波打つ極限環境の火山地域、スティアリージョン。戦闘セクション、ノイゼンプラントには強力なエネミーが多く出現するから、入念に準備してから挑むことね。そしてバージョン2からの追加要素、クリエイティブスペースに来たわよ。クリエイティブスペースではビルドパーツの配置や地形の編集などを自由に行うことで、自分だけのお気に入りの空間を作れるわ。ここでは他のプレイヤーと協力し一緒に編集することも可能よ。おお、こんなにたくさんのビルドパーツが用意されているのね。私も作ってみるぞ。じゃーん、メガドラタワー。いやー、本当にお気に入りのものを作れて最高ね。あらー、ソニックじゃない。やっぱり日本バハマルの青いハリネズミといえばこれこれ。え、記念撮影できるの。おお、はい、チーズ。
バシャリ。さて、いろいろと巡ってみたけど、NGS の魅力は伝わったかしら。次はフィールドでみんなに会えることを楽しみにしているわ。ダークパルスの活動再開予兆を確認した。迎撃作戦の準備を進めている。このアナウンス、緊急クエストの準備をお願いします。私も参加するわ。慣れない姿だと思ったように力が出せないな。中海、もういいよな。元の姿に戻ってあいつを倒すぞ。うおー、でやっくらえで。このゲームの中も異世界といえば異世界のようなものだな。これでしばらくは平和が訪れるだろう。愛しのセガ様から発売されているゲーム PSO2 ニュージェネシスとセガをこよなく愛する私、異世界おじさんのコラボ、2023年9月13日まで絶賛開催中。さあ遊びなさい。